プレマックの原理を乗り越える方法というお話です。あなたは好きなおかずを先に食べる主義ですか？それとも後の楽しみにとっておきますか？アメリカでは子供にこう注意するそうです。嫌いなものから食べなさい。なぜそんなことを言うのか、理由を聞いて納得しました。これは栄養バランスが偏るのを防ぐ工夫なのです。嫌いなものだけ残してもうお腹いっぱいと言わないように、嫌いなおかずを食べ終えてから好物に手をつけさせる、なかなかうまい作戦だと思いませんか？この教えはおばあちゃんの知恵と呼ばれ、アメリカ人の間に古くから流布しているそうですが、実は行動科学的に見ても理にかなっているのです。人間には嫌いなことや苦手なことを後回しにする傾向があります。この行動原理をプレマックの原理と言います。心理学者デイビッド・プレマックが見出したこの行動原理を、アメリカのおばあちゃんたちは経験的に知っていたのでしょう。嫌いなおかずを食べるのは苦痛ですが、好きなおかずが待っていると思えば我慢できます。嫌いなものから食べなさいというしつけは、プレマックの原理を乗り越える知恵だったのです。すごい実行力。石田篤市長、三笠書房より。